こんばんは。今夜も始まりましたミュージックファンアイビー、音楽プロデューサーの蔦谷浩一です。佐藤乃です。本日もですね、素敵なゲストにお越しいただいております。この番組で蔦谷さんが2021年ネクストブレイクアーティストとしてお名前を挙げたあの方ですよね。はい、ということで本日のゲスト呂布さんです。よろしくお願いします。いや、呂布くん、お願いします。来てくれました。本当に、いや、なんか変な感じ、変な感じですわ。ちょっと緊張しますもん。いや、だからなんかなんつうのかな、こういう感じで会ったことないから。あ、お仕事を一緒にするのは初めてってことですか。まあなんつったら、まあ使わなくてもいいんですけど、はいはい、奥さん同士が知り合いなんですよ。ていうか、まあ俺も奥さんと呂布くんと会う前に、そうですね、呂布くんの奥さん先にお友達で。あ、そうなんですね。それで、まあ、使わなくていいですね。結婚されたという話を聞いて、はい、その奥さんがね、はい、そう、誰と結婚したの知らなかったから、うんうん、実は知らないと思うけど、ラッパーで、はいはい、あれ呂布って、呂布めっちゃ好きだよ、俺聞いてるよって言って、そしたらその時に来てくれたんだよ、呂布くん。そうなんですよ、なんかご飯食べてて、そうそう、あ、そこがなんか、それが最初でしたね。そう、飲んでる時、飯食ってる時に来てくれて、その後うちにその奥さんとして遊びに来てくれて、うん、っていう、なんかそういう付き合いしかしてないから、じゃあこうなるとなんかちょっと変な感じですね。あんま音楽の話じゃない。今日はするんですよね。今日は、早速音楽の話をね、いろいろ伺っていきたいんですけれども、この番組は北海道で放送されておりまして、はい、呂布さんは北海道にいらっしゃったことございますか。いや、ないんですよ、それが。へー。それこそ妻と行こう行こうってずっと話してたんですけど、あんまりこう行く機会というか、いざ行こうってなんなくて、まあ、飛行機乗んないといけないからね。まあ、それはそうだけど、このタイミングだし、ね、そうでも俺行きたいとこがあって、はい、なんでしたっけ、なんか美しいに映えるって書いてある、はい、ビエかなんかテレビで見てて、うん、ここ行きたいみたいな。ビエってあの、ビエって何、あのすごいこう湖とかなんだろう、あ、なんか青いザナやつ、青い池だ。私もそれこそ池見に行ったことありますよ。なんだっけあの池の名前。え、青い池じゃないですか。青い池じゃないんですか。白樺みたいなの生えてて、そうめっちゃ綺麗。あ、でも綺麗なんでぜひ行ってください。行きたいです。ミュージックビデオとかも撮れそうなんで、ね、そうちょっとこう神聖な感じもあるし、せっかくだってね、昨年こうリリースしてさ、そうなんですよ、ツアーとか、本当だったらね、全国回って本当ですよ、行きたいところだけどね、全然消化しきれてないですもん。気づいたら出してたっけみたいな。そうか、なんかリリースしたけど、まあ、まだそんな実感がないっていうか、チャンスがあればそういうのでも北海道行ったらいいじゃないですか。なんかこうアーティストのこう醍醐味というか、ツアーでいろんな各地に回れるみたいな。毎飯も食える。そうご飯美味しいですから、ぜひ食べてください。蔦谷さん一押しのネクストブレイクアーティストとはいうものの、呂布さんは10代の頃から活躍されてるんですよね。はい、そう、もう長いですもんね、もう10代、それこそずっとずれてるず、はい、ずっとずれてるずの時、あれが18、じゃあ十何年、そうですね、それこそでもラップ始めたのがもう15とか6ぐらいだったんで、意外と曲は作ってたんで、もう15年ぐらいやってるっちゃってさ、もうすごいですよね。そのずっとズレツェルズとかやって、キャンディーのメンバーと知り合ったのはもっと前なんでしょ、中学とか。まあでもあのキャンディーのメンバーもそのずっとズレてるずのメンバーの岡本ずと同じ学校のやつらがいたんで、中学とかぐらいそうやって、そうですね、中学校上がってあのキャンディータウンのメンバーの一人と同じ学校になって、でライブに当時何だったかな、妄想族って今般若さんとかがいるグループなんですけど、そのライブにオーイーストとか多分見に行ってて、中学生で、すごい背の高いお兄さんたちに紛れて見てたら、同じぐらいのやつがいるなって言ったら、それがまあ有志とかだったりとかして、そっからこうその今のキャンディータのメンバーとも遊ぶようになった。なんか意外とそうやって現場に行って、現場で会って、でみんなやっぱみんなヒップホップが好きでって感じだ。そうですね、まあでもやっぱあのそっちの学校に関しては多分有志がすごい、当時からすごいヒップホップを誰よりも知ってたので、すごいディグって昔のも知ってるみたいな、教えてもらったりしてて、多分そうだと思います。
紆余曲折はありましたけど。あ、本当ですか、うん。まあ、ということで、リョフさんのプロフィールをね、私が簡単にご紹介させていただきます。はい、お願いします、ラッパートラックメーカーであり、ヒップホップクルーキャンディータウンのメンバーとして活動。10代より音楽活動を始め、岡本図のメンバーと共にずっとずれてる図としても活動。ベースボールベア、サチモス、アイミョンなど様々なアーティストの作品に客演していらっしゃいます。ということですが、合ってますか？はい、多分合ってると思います。はい、ではそんなリョフさんにね、いろいろ聞いていきたいと思います、今日は。いっぱいやりすぎて分かんないじゃない。そうですよね。表立ってないのも入れたらいろいろありすぎて。あ、へえ、そうなんですか。なんかこう、いろんな人が聴けるような状態の作品と、まあ、なんか遊びの延長で実はやってたとか、セッション含めたら。下北はすごいゆかりがあるじゃない。いや、本当です。10代の時はもう下北沢のガレージっていうライブハウスにもう暇さえあれば行って、そこからやっぱ結構仲間が広がった感じは。あ、でも一番そうですね、まあ、それこ そのバンドマンのつながりとかは一番大きかったかもしれない。普通にこうラップのライブとかやってるだけではつながれない仲間。いや、絶対なかったと思います。太郎さんとかもそうです。あ、そうです、そうです。まさにエイミーもそうだし、まあ、それこそサチモスもでしたし、なんかみんな同世代も含めて、まあ、もちろん上の涼介さん、長岡涼介さんとかもそうだし、本当にいろんな人に、かっこいい人ばっかりじゃないですか。それがあったから結構こういうラッパーとしてこういたいみたいなのができたかもしれないです。なるほど。なんか最近怒ってることがあるって聞いたんですけど。怒ってる。いや、これ本当にちょっと怒っててもしょうがないことなんですけど、あの実家が近くにあって、はい、実家の地下に、まあ、簡易のこうスタジオみたいなのを作ってあるんですよ、でスピーカーあるじゃないですか、ちょっと大きめの、なんかノイズがずっと出るんですよね。でちょっとこう今年入ってなんか原因を突き止めてみようと思って、でいろいろこう楽器屋さんに持ってったりとか、まあ、いろんなことしてみたら治らなくて、スピーカー本体にあるんじゃない感じなんだ。多分違うと思うんですよね。一回今度こうあの配電盤から電気引いてちょっとやってみようかなと。ああ、それはまだ電源周りの可能性もあるかもしれないですけど、それイライラするね。なんかこう曲を作ろうってなって行くじゃないですか、スタジオに。ただしばらくツーッと流れてて、それその間にこうちょっと全ケーブルを抜いて一回もう全部こう接点復活剤で全て磨くとか。これコロナであんまりにも時間あるから、接点復活剤を常に持ってる日々があったら1週間ぐらい全部磨いて電源とかも全部磨いて。津田谷さんがそれやってるのそうしたらちょっと面白いですね。メンテナンス大事ですよね。大事、ノイズは困りますね。そう、ちょっとそれがね、まあ原因は不明なんですけど、まだでもサンプリングしといたらそれノイズ。確かに。そしたら今の気持ちもなんかまたフィードバックして。あ、動画は撮ってあります。あ、動画撮ってある。見せれるように。あ、でもその動画からのね、音引っ張れるし。そうそうそう、いいっすね。ポジティブに考えるしかない。それも何でもなんかいいことしようと思ってますだから15歳からラップをやられてるってことなんですけど、なんか音楽に目覚めた瞬間っていつだったなと思います。なんだろう、音楽に目覚めた、はい、最初に。あ、でもやっぱり、ヒップホップのアルバムをキングギドラってある、はい、アーティストがいるんですけど、はい、のアルバムを小5、6ぐらいに、小5、6で、だから同級生のお兄ちゃんが多分持ってて、これやばいが聞いてみろよって言って、まあなんかその友達うちで聞いてて、あ、なんかこう何ですかね、自分から聞こうってハマるって感覚ですかね。今までそれこそなんかチャートのなんかをまだレンタルとかできて、はい、レンタルとかシングル借りたり、あとバスケットボールやってたんで、バスケットボールの送迎で友達のお父さんが毎回ボンジョビをずっとかけてる。すごい。なんかそのハマるっていうよりもなんとなくこうよく聞いてる、そう惰性で聞いてるみたいな感じなんですけど、やっぱその瞬間にこうヒップホップにこう前のめりになった瞬間というか、こんなものあったんだっていう感じ、あと何ですかね、ちょっと小五六っての男の子のこうちょっとやんちゃしたい、ちょっと重、ちょっとやっと出てくる時期だから、はい、それもあって、でもキングギドラは多分
リアルタイムじゃないもんね、それね。そうなんですよ。もう結構出てるから、経ってますね、そうそうそう、時がね。でもなんかちょっとこうやんちゃそうな感じの、ちょっと大人に憧れたいとか背伸びしたくなる感じ、わかります、それがすごいこうフィットしてからもう沼ですね。なんかやっぱりこの世界に入ったきっかけって、うん、先ほどあの言ってらっしゃったように、それこそ下北沢の仲間がいたからとかなんですかね。でも、はい、それはもうちょっと割と最近というか、俺のやっぱ最初は本当にこうそういうキングギドラじゃないけど、はい、こういわゆるヒップホップみたいな、うん、が好きなやつと遊んでた、うん、で今のキャンディータウンになるんですけど、それが、はい、と、まあ、だんだんこう中学校高校って上がっていく中で、まあ、こう同級生の岡本図が、まあ、俺学校は違うんですけど、うん、いたりとかして、でやっとこうが下北沢ガレージにたどり着くんですよね、うん、ちょっとだから大人、18歳だから高校卒業してからとか、うん、まあ、ちょっと大人になってから、まあでも自分はキャリアが長いからそう思うかもしれないけど、普通の子たちだったらね、まあ高校卒業して大学行ってみたいな、これからどうしていこうかって迷ってる人たちが多い中で、音楽の道でそうやってどんどん世界広げてたってすごい壮志だよね。いや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 、絶対そうだと思う。なんかね、あんま考えてないでここまで来ちゃったっていうのがあるかもしれない。なんか楽しく周りのおかげでこうやらせてもらってるかなと思います。うん、素敵です。まあ、そんなところでもうあっという間にお別れの時間なんですけれども、F さんには来週もお付き合いいただきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは今日は、はい、ここまでで、はい、また来週。おやすみなさい。おやすみなさい。